皆さんこんにちは、スタジオヨッシーのヨッシーです。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、この帽子です。これ既製品のね、帽子なんですけれども、このですね、この帽子、まだ値札ついてますけど、このまあ何の変哲もないキャップですね、これをリサイズしたいと思います。リサイズっていうちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、これ既製品で既製サイズなんですよね。より少しサイズを大きめに調整できるように、少し何でしょう、ボソボソなのかな、改善っていうか、あのサイズがもう少し大きめに調整できるように、小細工をしたいと思ってます。既製品の帽子って皆さんまあね、持ってらっしゃると思うんですけど、サイズってフリーサイズっていうのが多いですよね。これもこれね、ワークマンからね買ったんですけど、304円だって、安っ。サイズフリー、カラーグレーって書いてあります。フリーサイズってなんだよって思いません？僕ね、あのずっと小さい頃からずっと思ってるんですけど、帽子って絶対フリーなんですよね。本当フリーってなんだよって思って、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、フリーサイズってあの和製英語なんで、海外では使わないようにしてくださいね。海外だとなんて言うんだっけ、フリーサイズはね、ワンサイズフィットスオールだったかな、ですけど、まあどうでもいいんですけど、このフリーサイズっていうのは意味わかんないんですよね。僕だって手袋とか靴下とかもサイズがあるじゃないですか。なのに帽子はないんですよ。なんでだろうと思って、っていうところで、僕あんまり帽子のを買うってあんまりしないんですね。僕あの頭が少し大きいんで、日本人の平均サイズに比べると大きいので、既製品の帽子というかまず入らないです。まあ、これね、まあ無理やり被ってましたけど、オープニング結構きついんですよ。結構きつくて、で僕髪の毛多いんですよね。なのでさらに頭が大きくなるので、今ここ3つホックつけてるけど、このアジャスターがね、ここ2つとかにすればね、入るとは入るんだけど、余裕で入るんだけど、ここ2つしか止めないので、少し心もとないっていうか、少し不安になるんですよね。今回はですね、この既製品のこの帽子のこのここクラウンっていうんですけど、クラウンとここはブリームですね。ブリムをいじると大変なことになるので、今回の動画ではこの調整するとこのベルト、アジャスターベルト、アジャスターっていうのかな、このベルトを本体からクラウンから取り外して、少し出して縫い付け直したいと思います。そうすると少しこう止める幅が大きくなるかなと思ってですね、要はここで今止めてあるので、ここを縫い目を解いてアジャスターを付け直したいと思います。で、その方法についてですね、今回動画でお届けできればと思っておりますので、参考にされてください。このワークマンで買ったこのキャップですね、サイズをちょっとリサイズしたいと、リサイズっていうか、ここのアジャスターベルトですね、このサイズを変えるこのベルト、これを少し引き出したいと思います。ですね、まあ帽子、まあよく構造を見てみるとですね、わかるんですけれども、このベルト、調整ベルトはですね、ここに差し込んであって縫い付けてあるんですよね。で、縫い代ステッチを見ると、そうですね、ここで縫い留めてありますね。で、ここの横のステッチは特に影響を受けてないみたいですね。この調整ベルト、アジャスターベルトの縫い付けはこの縦のラインだけみたいですね。糸をですね、あのリッパーで切ってこれを外します。外していきますね。どれどれ、これを外すにはですね、この隙間から取っていったが賢いと思いますね。とりあえずざっくり
取っていきますね。これね、ハンズマン、ハンズマンじゃん、これですね、ワークマンで買ったので、あの、いくらだったっけ、304円、税込み、安いねえ、安いですよね。これを作るのって結構手間かかるんですよ、帽子って。はい、で、ここのですね、ベルトに直接穴開けて縫ってあるところをリッパーで切っていきます。はい、取れました。ミシンのステッチが入ってますね。まあ、これ表にこう出すので、ステッチが外から見えるような状態にはなってしまうんですけど、そこはまあまあ、まあ、愛嬌愛嬌ということで、まあ、片一方出すより両方出した方がバランスはいいですよね。こうなってますので、だいたい、そうですね、何センチぐらい入ってるのかな、18mm、 この辺まで入ってたか、18、まあ、2センチ埋め、あの、差し込んでありましたね。この辺まで入ってたんで、このぐらい出して縫い付ければ、ここの、ここが伸びるのでですね、両端。だから、ホックの1個分ぐらいは出てくるので、少しサイズの調整が楽になると思います。まあ、とりあえず、これ両方取りますね。で、ここまでして帽子かぶりたいかと思う方もいらっしゃるかもしれません。あと、こんなことしないと帽子かぶれないのっていう方も思うかもしれませんけどね。あのね、特に日本人、アジア人はね、頭が大きい方多いんですよ。皆さんね、頭小さいからね、普通に帽子かぶってるかもしれませんけどね、帽子入らない人の気持ちっていうのね、多分わかんないでしょうね。フリーサイズってね、何を基準にフリーにしてるんだよって話なんですよね。やっぱ外まあ何を言ってもですね、始まらないので、だったら自分で作れよっていう話で、まあ、作るっていうか、自分でこうどうにかするっていう方法ですね。今回ちょっと文句ダラダラと言ってますけど、はい、2つ外れました。覚えとかないとね。左側がメス、右側がオスだね。こんなになってるのかな。 OK、 こうなってますね。で、わ、これやっぱり結構適当にステッチ入れてやるな。 1.5 の場所にしてあるので、そうですね、まあこっち 1.5 か、こっちは 1.8、 結構適当に縫い付けてありましたね。これをまたつけてですね、このぐらい出しましょうかね。うん、1センチのところにしましょうかね。こんな感じですね。で、これをここにまた、今日は炎か、炎が出るな、差し込み直すんですけれども、つけるときはこれ斜めにならないように、ここのラインですね、にこう揃えるような感じがいいですね。ですから、このぐらいしようかな。こんな感じですね。はい、こんな感じで今ここまで入ってるんですよね。今ここまで入ってるんで、この際にステッチを入れます。では縫っていきます。はい、それでは縫っていきたいと思います。本当ですね、この際をこう縫っていこうかなと思ってるので、そうですね、このもう本当この線ですね、ゆっくり針を落としますよ。うん、ステッチ少し幅広めでやってみます。ちょっとゆっくりいきます。バックステッチしますね。この辺りかな。バックステッチ、もうちょっといいか。あ、しまった、僕クロノイトでしちゃったね。あららら、まあいいや。
はい、すいません、クロノイトで塗っちゃった、グレーにすればよかったまあ仕方がない、まあこれね、あの動画用ですから、まあ、で自分用ですから、で糸を切ってこんな感じで、ね、しっかりつきますよ、しっかりつきます。ちょっとね、もともとあったあのステッチの穴が出ちゃってますけど、ここはまあまあ僕は気にならないです。こんな感じで縫いました。今日反対側つけていきますね。はい、イメージしたものと難しいのがなかったね。はい、こんな感じでしっかりつきました。でこれで若干ですけれども、もうほんとこの出した幅の分だけこのアジャスターが長くなったので、少しサイズがアップできたかなと思います。こんな感じですね。簡単でしょう。じゃあちょっとかぶってみます。はい、では出来上がりましたよ。こんな感じです。わかりますかね。ちょっとここ黒い糸で作っちゃったので目立ってるかもしれない。グレーですればよかった。はい、でこんな感じで大きくしましたので、結構大きくなったんじゃないかな。さっきね3つでしてもガチガチ入らなかったんで、今3つ止めてます。かぶってみますね。おスポッと入る、ポッと入った、すげえ。やっぱりちょっとね、ほんとほんのこのぐらいですけど、サイズアジャスターすごい。あ、これあのいい、ほんと元出したいですけどね。うん、なかなかいいかも。うん、うん、なかなかいいですよ。あ、これいいかも。もうちょっと出してもいいかなと思ったかな。ちょっと余裕があったので、この縁の部分の余裕があったので、もうちょっと出してもよかった、あと5ミリぐらい出してもよかったかなとは思ってます。まあ、こんな感じでですね、まあ、既製品のキャップもこうやってサイズを少し微調整できますので、興味のある方はぜひ試してみられてください。ご視聴ありがとうございました。スタジオ吉井の吉井でした。もしこの動画が良かったと思われたときは高評価をお願いします。またよろしければチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。